こんにちは、赤ちゃんです。ハッピーバースデートゥーユー。超寂しいんですけど、今日はね、僕の誕生日ということで、今夜中の11時30分です。朝起きて仕事して、仕事帰って動画編撮影編集手続きいろいろわーってやって、ちょっと動画の方がねまだ少し残ってるんですけど、まあね、日にちがまたぐ前に30分前にギリギリにこちらケーキを買ってきたので食べたいと思います。お母さんからお誕生日だから美味しいものとか食べてよみたいな LINE が来たんですよ。そういえば誕生日らしいもの何も食べてないと思って急いでケーキを買いに行きました。7時でケーキのお店おしまいだったんですけど、6時55分にギリギリケーキ屋さんにインして買いました。そのね、ケーキ屋さんですっごい奇跡が起きました。今日撮影してる日は5月11日なんですけど、そこのお店のケーキが511円のケーキなの。すごくないこれ。奇跡でしょと思って。ショートケーキが511円で、他のケーキもいろいろ511円がたくさんあって、511円の商品は初めて見ましたし、2つ買ってきました。オープン、じゃじゃーん。ショートケーキとチョコレートケーキです。お高い感じのケーキ屋さんなんですけど、めっちゃおしゃれなケーキ屋さんでした。そう、ろうそくとかねつけてもらってないですけど、普通に忘れてました。すごく甘くていい匂いがします。ではいただきます。おー、かなり柔らかいスポンジ。うん、おいしい。いいね、ショートケーキ。もうね、一日も終わっちゃいますけど、なんかやっとね、誕生日らしいことができました。動画編集がまだ残ってるから、ちょっとね、気持ちは完全にシフトチェンジしきれてないんですけど、でもなんか嬉しいですね。あ、結構、いちごが酸っぱい。うん。ポン。うわぁ、光沢がすごい。見て、この光沢。すごく綺麗。これね、クッキー生地っぽいですね。タルトかな？とっても美味しそうです。いただきまーす。あ、しっとりしてる。はい。うん、やばっ、めっちゃ美味しい。なんだろう、とろけるチョコレートソースが入ってて。うわ、美味しい。濃厚で美味しいです。ハッピーバースデイトゥーユーとかー。やばー、これ、でっか。最後のメインですね。ギリギリ誕生日前に開封することができますっていうか、画面のもうほとんどが箱になってる。めっちゃでかくない？この箱。最後のお楽しみ、開けたいと思います。じゃん。うわ、もう見えないじゃん。うわー！ギフトラッピングっていうのしてなかったですね。やばいやばいやばい。小さいものから順番に出します。これが一番小さいっていうね。はい、こちら、ずっとね、やってみたかった、パーラビーズの台です。やったー！これを注文した後に気づいたんですけど、なんかね、形がこういう六角形と円形と四角が必要だったそうなので、買いました。あ、アイロンシートみたいなのも入ってる。はい、では続いて、ここから一気にでかくなるからね。こちら！じゃーん！パーラビーズ、めっちゃ入ってる。これ何個入りだったっけ？1万1000個入ってます。やばー！やばいこれ。ちょっと開けたいな。うわ、あ、こんなのついてる。え、すぐに遊べない。楽しみ、早く作りたいんだけど。続いて、こちら、揃えました。ちょっとアイロン開けてみよう。パーン！シーって感じですね、こんな感じ。うわー、早く作りたい。もっともっとでかいのがあるから。いきます。じゃーん！ヨナナスです。イエーイ！アイス食べ過ぎ良くないなと思って、まあ今日もね、アイスたくさん食べたんですけど、そういうのをね、乗り切るためにも、果実と野菜だけで、ひんやり、クリーミーな美味しさっていう感じです。なんかこういうね、アイスっぽいのが作れるんですよ。砂糖、牛乳、卵を使わずに、果物と野菜だけで作る、ヨナナス。普通にバナナとかでも美味しそうだし、フルーツを組み合わせたり野菜を入れるとスムージーになるからさ、なんとこれよりもでかいのがありますよ。いきます。思ったよりでかすぎてびっくりしたんだけど、バーン。はい、こちら綿あめメーカーです。イエーイ。飴ちゃんをね、一つポンって入れると綿あめになるそうです。これもやばいですよ。今年の誕生日プレゼントちょっと豪華すぎますね。どれもね、本当に楽しみすぎる。今すぐにでも開けたくて楽しみなんですけど、動画撮影の時まで撮っておきたいと思います。いや、今すぐ開けたいの、本当に。片付けられる。動画にして遊んでいきたいと思いますので、楽しみにしててください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。